さあそれじゃあルイージマンション3の続きやっていきたいと思います。さあ今回は11階、マジックフロアでいいのかな、探索していきましょう。うん、さあマップ、お、なんか結構細かい、これは結構大変ですね。まずは左の方に行ってこうくるっと回っていくみたいな感じかな。うん、テイマーベッドルーム、テイマーっていうのは鳩とかそういうやつ。うん、なるほど。まあとりあえず行きましょう。まあ大丈夫でしょう。さあ小山博士をとりあえず無視して、このまあ吸ってみようかな。うん、容赦ない。おっ、うん、おっ、これなんだろう。あー、カップかな、あの玉を入れてみたいな。おお、なるほど。これはそっかそっか、マップを見ればこういうのがわかるかもみたいな感じかな。こっちもなんか、おおお、あー、よっ、よし、オッケー。そして豚さん貯金箱、当てられそうなところはないかな。うん、よし、思った以上にバラッバラ。うん、なかなか取れない。オッケーかな。おっと、あれ、くっつかない、意外。なんだこれ、カスターネットじゃなくて歯の形をしたカスターネット。うん、ゼンマイで動くみたいな、よくわかんないやつですが、うん、今回ダークライトとかで何か仕掛けをこう作動させるとか、そういうこと結構ありそうだよね。お、なるほど、テーブルクロス引きみたいな、そういうやつ。うん、よいしょ。お、これ気になるな。あ、関係ない。覗いてみると、お、うん、え、わあ、お、喧嘩をダメよみたいな。うん、仲がいいことは分かった。あとなんかいちいちちゃんとあの音楽を合わせてるっていうか、ちょっとカートゥーン系の手法ですよね。うん、なるほど。衣装室というかトイレなのかな。うん、よし、さあ吸って吸って、上の方、うん、なんか結構物がありすぎて何がないやらみたいなところはあるかな。うん、たくさん写真が飾られてるけど、特にこれといってみたいな感じかな。うん、よし、じゃあ大体大丈夫な感じ。あ、トランプが破れた、なるほど。あと怪しいところはどこだろう。上の本、あ、動く動く、結構遠いな。お、ここ動くぞ。あ、動く、え、なんだろうこれ。お、来た、い、一枚だけまあないよりかいいかな。うん、お、このサイクロがあるってことは何かに当てられる可能性が。でも反応しそうなところがないな。スポットも入らないし。うん、こことかないかな。じゃあいっか。うん、あ、動いたぞ、たまたまか。うん、ちょっと気になるとこだけど、まあしょうがないか。これは、あ、これ関係ない。椅子にはくっつかない。よし、さあ布をひっぺかして、おっ、オッケー、よし、
じゃあこの部屋はこれでいいのかな。結構なんかありそうで何もないみたいな。うん、オッケー。お、剣が落ちてる。おう、とりあえずお掃除。おうおうっと、びっくりした。わお、あ、ちゃ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 、びっくりした。こんなに剣飾っとくっていうか、よく入ったねこれ。さすがマジシャンというか、うん、あれくっつかない、よしよっ、うん、オッケー。さあとりあえずどんどん吸っていきましょう。お、わっと、雲か。うん、これは、お、お、なんだ、お、ああ、今のはダーツ投げ、この場合ナイフ投げの練習みたいな。それはどっちかっていうとマジシャンじゃなくて、あのサーカスとかじゃないのと思っちゃうけど、うん、気になる。これは、うおお、押すことできない、引くしかできない。あれ、あ、今度押す。わあ、おお、わあと、よし、当たって、よし、オッケー。なんか結構よっ、いいよ。さあ続いてコンボしていくよっ。 OK、 まだ逃がさない。なんかだいぶ金塊がなくなっちゃいそうだけど、よし、ほほう、急げ。なんかうまく取れてるかこれ。よし、大変だったな。うん、一人ぐらいはこれ、一人ぐらいっていう言い方おかしいけど、グイジ君を出してこうやってやったままバトルした方が良かったかもね。さあというわけでこれ回転するっぽい。お、わお、お、なるほど。さあとりあえず仕掛けを解いたって感じかな。うん、見事なナイフ投げというか、なんというか。さあこの辺りは、おう、吸えるね。お、な、なに、なにこれ、よし、うん、ここには何もないのかな。おお、いっぱい出てくるじゃん、ナイス。これは棚じゃないのかな。あ、グイジ君の方がよっぽど多いじゃん。うん、さあこの箱はもう特に何もないかな。お、お、ラッキー。ラッキーといっても何も増えないけど、うん、この部屋はこれだけでいいのかな。さあダークライトで辺りを照らして、何もなさそうだったら次に行きましょう。ここちょっと気になるな。うん、関係ないか、引っこ抜けるか、そんなことはないか。うん、意外な感じ。ここになんか結構印象的だけど、うん、ただナイフが刺さってるっていうところをホラー要素みたいな、そういうことかな。うん、じゃあいいでしょ。お、え、何ここ、何、何ルームこれ。トランプバスルーム、なるほど。うん、まあ問答無用で。おっ、な、な、なんじゃ、どういうこと。ダイヤとクラブが点灯して、どういうことだろう。うん、
とりあえず吸いまくってみようか。おう、回転していく。お、ちょ、怖いんだけど。まあ、なんだこれ。うん、びっくりな仕掛け。うん、なるほど。これは、これはこっちだよね。あれ、効かない。さあ、しばらく吸っても何も起きないからいいでしょう。おっと、うん、おっとっとっと、びっくりした。さあ、吸いまくっていると、うん、わお、特に何もない。あ、うん、上の明かりがついて回転していくってなんだろう。おう、え、わお、え、どういうこと、意味がわからないけど。なんだろう、なんで取れたかわからない。うん、いろんなところを見て回ったからってことかな。うん、探索した達成率に応じてもらえたのかもしれない。この中に入ってるこれは、あ、取れそう。よし、逆に、うん、動かないんだね。オッケー。さあ、あとは何もないのかな。お、これ気になるけど、うん、まあとりあえず宝石がもらえたからいいかな。よし、うん、部屋が小分けにされてるから結構なんていうか、これでいいのかなって感じになっちゃうけど。お、お、こわ、上の方。さあ、ついついこれ引きたくなる。わー、よいしょ、なんかカラスに襲われそう。お、やったー。よし、さあ、吸って吸って。おお、ごめんな、カラスくん。お、わお、あ、なんだこれ。おお、びっくりした。クモか。なんかウサギ人形がいたけど、まあ、あと、あ、上の方のカラスがかわいそう。無害だったのに。なんだ、びっくりした。椅子が来よった。なんか一瞬変な生物が来たかと思っちゃったよ。うん、いやいや、これおかしい。画面が見づらいだけ。これなんだろう。お、ああ、ナイスナイス。オッケーオッケー、オッケー。うん、じゃあせっかくだから、あら、聞いてない。よし、ああ、カゴの中に入っちゃった。まあしょうがないか。うん、一応カーテンは引っ張っておこうかな。こっちはいけないからしょうがないか。うん、よし、これなんだろう。うん、ダークライトチェック、オッケーかな。お、おお、あ、これ、うわー、あった、グイジ君。あれ、グイジ君、見ない。これ、まず攻撃して動き止めないと。よっ。あ、ちょ、意外と元気。ふう。なかなかちょっと難しい。どうやったら動きを止められるかな。お、よし。いいよ。さあ、あとは吸って吸って。オッケー。おー、イエス。おー、イエス。さあ、浄化完了したら。おお、ナイス。なんか随分、まあ、ゴミ箱だから当然だけど、割とゴミばっかりだな。よっ。
カラスをすべてやっつけたみたいな感じのが出るかも。この床ちょっと気にならない、これ気のせいかな。おはよう。あ、ここに宝石が。わお。お、お、何かできそう。ウェー。外れないかな。お、お、なんかでもちょっと違うぞこれ。取れるかな？揺れすぎちゃってさっぱりわからんこれ。ダメか。下にくっつける。あ、ダメっぽい。じゃあどうやって取れるのこれ？上の方がロープか何かで固定されてる？いや、このロープ、あれ、あれ？どこかに連動してるこれ。この、これこれ。マップで見る。あ、これか。なんだ。よっ。なんだ。簡単じゃん。うん。よし。ここで、さっきの部屋と行き来することができるけど、どうしよっかな。まあ行かなくてもいいか。うん。さあちょっとなんかもやっとした気分で進んじゃってるけど、お。出た。あら。逆さま。まさかの。わあこれ。なんだって？結局戻るのか。うん。あれ？わお。うん。ここはトリックアート？トリックルーム的な、そういうやつ？ツイストベッドルーム。ツイスト？確かに、まあでも、おお。え？わお。お、カチカチカチってなってるけど。お、どういうこと？うん。さあ、とりあえず吸いまくってみる。うん。お、吸えるね。特に何もなーし。そしてこれは動きそう。ティーカップ。うん。よし、じゃあこれ回してみようかな。わお。これだけか。ダブルパワー。ダブル吸い込み。ウィー。なんもないかな。さあこうすると、お、あ、なるほどね。よっ。もう勝手に吸い込んでくれた。オッケー。さあこれで上の方に行くことができるようになったわけだ。うん。ここで上に行く。じゃあ逆さまになってダンジョン全体がこう逆さまになってこう方向感覚わからなくなるとかそういうことはないってことか。多分。よし。さあこの辺り。おう。調べる。あれ？うん。上の方にルイージがくっつくとかそういうことはないわけ？意外な感じ？うん。これだけで謎が終わっちゃう感じ？いやー、上の方なんかありそうだけど。うん。何もないか。意外な感じ。おお。
とりあえず吸えるだけ吸っておきたいよね。これ何なんでしょう。部屋が逆さまになってたとしてもあそこおかしいよ。どっちも、全ての塀に対して重力あるみたいな、そういう部屋の作りしてるのかな。さあ、それじゃあ行く場所考えていきましょう。奥の方に行くと行き止まりだから、こっちから行った方がいいかな。お、はい、吸います。開けちゃっていいかな。よし。わっと、おー、びっくりした。あ、吸われた吸われた。助けて、連打で回避。おー、かっこいい。いや、あ、ダメだ、効かない。わー、どう、グイジ君、グイジ君、これグイジ君に食べてもらってる間なんとかしたい。よし、おっ、オッケーなのこれ。こういう攻略法でいいのかな。お、かっこつけてく、すごい。さあ、トイレットペーパーも吸って、これはどう。わお、派手だね。よし、吸い切ったかな。ここにもまだあるっぽい。オッケー、向こう側か、しょうがない。お、でかい鍵。おいえ、おいえい、からの、おっと、嬉しい。トイレ、わあ、びっくりした。あ、これを使って宝箱にぶつけろと、そういうことか。なるほど、うん、なるほど、うん、まあいいか。おっと、あ、新しいのが出てくるか。へー、細かい。うん、何も出てこないかな。よし、オッケー、じゃあいいでしょう。じゃあ最後は、いや、お前いらない。お、出たー。よし、さらに水が溢れ出ることはないかな。うん、じゃあいっか。よし、よし。さあ、帰ってきて特に何も変化はなさそうだからいいでしょう。よし。さあ、ここはなんていう場所？ラウンジ。うん、とりあえず吸って吸って、おお。逃げるだけか。何かショーでもやってくれればいいのに。お、カーペットがちょっと、カーペットたわんでるかなって一瞬思ったけど、それ以上になんかすごいことが。これは、これ向こう側に行かないと。おお、はい、進みます。あれ、吸えない。なんだこのスイカ。やるな。よし、来た。これを使ってこれを破壊する。あー、弱い。うーん、まあしょうがないか。ここは何もないんだろうか。意外だな。何かできそうなことは、あ、舞台に上がる、溶けそう。覗けそうだねこれ。うん、
お、あ、落ちるだけ。なるほど。うん、じゃあ吸っていこうかな。よし。これ手前の方だとどこに行くんだ？ランドリールーム。うん、まあ基本的にはこうやってこう行く感じかな。よし。結構なんかダンジョン構成が一癖あるからちょっと難しいけど、ちょっとなんかこれ斜めってるのが気になる。なんかないのかな。うん、あ、そこくっつきそう。でもこれはまた後でやろうかな。よし。お、さあ、あ、これルイージが行くパターン。僕がスターだみたいな。ううやるねー。あ、マジか。よっ、うー、よし、おい、オッケー。待って、わお、こっちでいいや。よっ、よし、する、する、いけるぞ。おー、なかなかしぶとい、おい、よし、おお、ほい、よし、いいぞ。ほっ、オッケー。さあ切り替えて、切り替えて。うわあ、なくなる、なくなる。急げ、急げ、上、上、上、ふう、急げ。なんとか取ったかな。よし、そこそこ取れた、よかった。いや、焦った。うん、これはなるほど。あ、結局そうなるんだ。へえ、じゃあいいかな。さあ覗き込むと、おっ、でかい鍵、そしてネズミ。うん、さて、あの貝が、お、豚さん貯金箱。そして上の方には謎輪っか。謎輪っか？うん。なるほど。この部屋に入るためには、くるっと回ってこないといけないのかな？よし。わー、なんじゃこりゃ。ビビったー。お、外した。うん。普通になんか、びっくりするような演出が、ちょっと最近増えてきてますよね。よし、じゃあ結局この場所には何もないのかな。上の方、うん、よし、あ、カーテン、カーテン、 あれ吸い付かないのか。うん、ヒラヒラしてないから多分大丈夫かな。よし、オッケー。うん、さあ左半分はこれで終わって、右半分になると、お、うん、これはちょっとチェックしておこうかな。よし、わ、太陽。よし、もう一回。あら？一回だけか。うん、じゃあいいかな。あ、お金がちょっとまだ残ってた。あ、消えちゃった。うん、よっ。よし。あ、さっきの覗き窓から見たのはこれか。ここから向こう側に行くと。うん、よし。さあ、これは何でしょう。お、なんだって。あら、制限時間。わお、おお、宝石もある。わーい。いやいや、早いなおい。
手分けしないとダメだねこれ。おきやきよっ。お、いいね。だから早いって思った以上に早くてちょっとびっくりするけど、よし、じゃあやるよルイージー。お、やりました。よし、おおお、さあ宝石結構いい感じで集まってるけど、あと3つか。よし、じゃあせっかくだから奥の方から行きましょう。何ここ